どうも、体とドラフグ生骨院美容者の代表高野清です。えっ、ー、と夏も真っ盛りになってきまして、えー、だいぶ暑くなりましたよね。で、こうなってくると熱中症がすごくだいあ怖くなってきますね。まあコロナもありますし、なかなかあいろんなことに気を付かなきゃいけないですけれども、まあ、暑い中こう部活だとかあジュニアのスポーツをやっている方。 また、その保護者の方々、ああ、是非ちょっと気をつけてくださいね。あの、無理をするっていうのは、やっぱり体に良くはないのでえ、頑張って動くことは悪くはないんだけれども、その例えばですね。の。えっ、ー、と熱中症だったらですね。いわ吐き気とかめまいだとか。 あ頭痛だとかそういう風になってくるとですねもうちょっと黄色信号なんですよね、えー、そういうものにやっぱ気付けるかどうかとか周りがちゃんと意識してケアしてあげれるかどうかはすごく大事になってきますんで、あのー、やっぱり体調管理すごく大事ですし。 まあ暑いのが分かってて前日ちょっとあの夜更かし,してしまうとかあんまり良くはないですよね。あ,のあんまりところはよくないんですけれどもあのご飯朝ごはん食べれなかったとか練習があるのにっていうところがあります。なかなか難しいところではあるのかもしれません各家庭事情があるので、えー、ですけれどもやっぱりそのケアをしていかないと本当の命取りになる。 場合ありますよね。あの生命にかかってくる問題になってきますので熱中症で死ぬ方はどん結構いますんで、えー、気をつけてください。本当に無理をしないこと、あの無理が効くレベルかそうじゃないかの線引きをやっぱり明確に持っておこうと。あこれまずやばい吐き,吐きそうとかあもう頭痛くて仕方がないっていう状態だったらもう絶対やめてください。もうそれはもうダメなんで、もう。 すぐさま回復なんて無理なんで水飲んで休んだらもうまたできますよというレベルじゃないので、えー、ぜひ周りのお、まあ、監督されてる方あ指導者の方々も注意して見てあげた方がいいと思います特に小学生だとか子供ちっちゃい時に、まあ、その体のコントロールも難しいのでもう目をかけてやってあげる方がいいのかなとは思いますすごく大切なことです命を守ってあげてください1日 練習をできなかったからといって、えー、プロになれなれそれがためにプロになれないとかっていうことはありえない話なので、えー、そこをきっちりとお理解しですね、えー、まずは命を守るということを考えてそこを第一に考えて、えー、行動していただけたらいいかなと思います。子もがやっぱりもう少し、あのー 無理しなくてもいいというか、あの無駄な無理をしないで済むような環境づくりを周りの大人はしてあげなきゃいけないのかなと思います。ぜひあのその辺は注意して、またあの試合がありました感染してるだけ外でえ感染するだけでも当然ながら体調悪かったりとか、あするとですね、あの熱中症とかになりますので、保護者の方々も十分に気をつけて、えー、楽しくスポーツを関わっていけたらいいのかなと思います。ぜひぜひ、えー、体を 大事に命を大事にして、えー、この夏を楽しく過ごしていただけたらいいかなと思います。はい、ちょっと私の気持ちあのお願いでした。はい。またあの質問やあコメント意見などありましたらコメント欄にですね入れていただけたらいいかなと思います。あとはチャンネル登録いいねもねもしよろしければよろしくお願いします。はい。それでは以上になります。それではまた。